ただまあこのブラジル、まあ、新しい監督に代わって、はい、相当前線からプレッシャーをかけるようなチームになりましたから、今までのブラジル代表とはちょっと一味違う、はい、そういったブラジル代表が今日見れるんじゃないでしょうかね。このチッチ監督就任してからとにかく圧倒的な強さで南米予選を制しました、まあ、世界一厳しい南米予選で、まあ、勝ち点でその圧倒的にもうダントツの第1位ということで、2位のウルグアイに勝ち点差10差をつけました。失点が少ないですよね、最多得点最少失点です。10勝2分け負けなしのブラジル相手に、さあ日本どう戦っていくのか。ワールドカップを見据えた戦い、日本対ブラジル、今キックオフです。さあここで裏を狙ってくる、このネイマールへのボール、難しいボールキープした10番ネイマール、中にドリブルを仕掛けて危ない、シュートが来た、長友よく守りました。よく行ったね、やっぱりスイッチ入ると早いですね。絶対早いですよね、まあ、左にボールがありましたからそこに日本の選手集まってボールを取りに行ってるんですけれども、はい、カウンターの場面で南米予選など見ていますとピンチになるシーンというのが意外と多いんですよね。そうですね、やっぱりこう前線からプレッシャーかけて人数をかけてますから、はい、その分ね、ネイマールに対して久保のファールです、まあ、ちょっと当たると、まあ、倒れる、はい、まあ、これはもうねルール上。10番のネイマールに対しては2人で行きますがかわされます。12番のマルセロ、ワンツー、そして前を向くジェズス、マキノが対応を見せました。コーナーキックです。早いね、早いですね。キーパーに向かってくるボール、川島パンチング弾きました。これは今実はこの試合というのはビデオアシスタントレフリーというのが導入されています。試合の行方を左右する場面で、あ、ここのコーナーキックの場面で吉田がちょっと手がかかってしまっているということなんでしょうかね。さあビデオアシスタントレフリーを確認して、PK ですか。そして吉田にレッドカード、いやイエローカードですね、イエローカードが出されます。ホールディングス、相手を抑えてしまったというようなジェスチャーを見せました。日本ここは立ち上がりブラジルに PK を許すという形になりました。しかしまあビデオ OK になったら最初から使わなくてもいいのになと思いますね。結構シビアですね、シビアだねこれ。日本の守護神川島、ネイマールの PK 成功、1点を先制しました。日本が1点を追いかける形になりました。7対1というね、はい、大敗を喫してからやっぱりこのその国内でも変わりましたね。戦いのウィリアンから10番のネイマール、酒井宏樹が対応します。クロスが入ってきた、はい、ジュリアン、ダニーロを使ってきます。カゼミーロのミドルシュート、川島が抑えました。展開が早いですね、ボール出してからのそのスピードアップですよね、はい、プレッシャーかけますんで、うん、はい、少しディフェンスラインを下げるという、下げさすという意味でも取った後チャンスになる。久保、大迫、いい、ね、井出口、久保、いや、あ、シュートまではいけない。長谷部、ウィリアン、相手のカウンター、長友が対応するが、ね、ブラジルのカウンター早い。22番ダニーロ、ちょっとコントロールが乱れました。クロスが上がってくる、おー、あー、ここでブラジルにまたしても PK。 川島、2本連続の PK でしたからね、松木さん。ただね、1本目はね、ちょっと川島選手早く動きすぎたんですが、これ2本目はね、最後まで蹴るとこ見せたね。そうですね、うん、エリア内で何か倒れれば、はい、PK もう向こう2本もらってんだから。井出口、あー危ない、シュートが来る、決まってしまった、マルセロのミドルシュート、しかも右足ですよ、マルセロ左利きで思いっきり
ルセロ利き足ではない右足でミドルシュートを決めてきました。今のシーンです。これでちょっと井出口が滑ったんですね。クリアミスですよ、はい、この一つのミスを逃さない、これがブラジル。2点を追いかける形になりました。見事だね。もうちょっと前に詰めなければいけないのかなっていうのを感じますね、はい、日本の今ね手出ちゃったからね、日本ボールですね、はい、今のシーン酒井宏樹とネイマール、ここで行かない約束になってんのかな、ちょっとこう俺はちょっと行った方がいいと思いますよ、はい、ここのボールをねスピードで絶妙な位置来た、危ない、どこかで勝負の縦パスを出したい、出た、うん、前を向く原口倒された。こぼれたところね、吉田コストに当たった、まだチャンス、吉田麻也のフリーキックはポスト、惜しいね、いやチャンスを作っています日本、これまたプレッシャーかかってますからね、長谷部少しずつ日本にもリズムが出てきました。井出口前向いた方がいい、山口大谷からよし出た、ね、いい勝負の高さが出た、久保クロスが来た、シュートは打てない、酒井宏樹が時間をかけさせます、久保の股を抜いてきましたネイマール。さあ日本チャンス、11番の久保、酒井宏樹も上がってきている、久保がドリブル、シュートは打てない、そしてブラジルのカウンター、早いね、ジュリアーノボールをキープして10番のネイマール、長谷部と山口蛍が対応します、ジュリアーノ、ジェズス、吉田、股抜きは許さない、1人サイドを変えてくるブラジル、クロスが来た、ブラジルに3点目、サイドを崩されて日本3点を失いました。ていうか日本の選手なんか体調がねなんかもう疲れてる感じあるんだけど、はい、ブラジルのただこの速いカウンターというのがまあ中山さん強烈ですね、強烈ですけれどもね、はい、1回はしのいだんですけどね、ちょっとなんか練習しすぎなんじゃないかなと思うぐらい、はい、10番ネイマールオフサイドです、オフサイドフラッグが上がっています、これは助かりました。酒井宏樹、井出口、日本ボール、縦ドリブル突破を仕掛ける、クロスが上がる、よっしゃいいボールだ、ちょっと距離がねありますからね、うん、吉田麻也、ここで前半終了のホイッスルです。日本は3点を追いかける形になりました。はい、まあ、この選手で行くんだと思いますよね。さあ一方日本は18番の浅野拓磨、 50m5秒台、スピードのある浅野をここで起用してきました。まあ中山さん、とにかく1点にこだわるこの後半ということになりますね。そうですね、浅野にはどんどん裏を狙ってもらいたいですね、はい、ブラジルのゴールキーパーカッシオ、反応が早いです ね、 早いね、今ね、はい、3人で囲みます、マルセロ、井出口かわしてきます、スタンドがどよめきます、マルセロターンだね今、大迫ターン、さあそして浅野仕掛ける、シュート、よし、あいいよ、浅野の気持ちが伝わってきます。いや前半なかなかシュートできなかったのも初めてですよ、相手の選手にね、はい、ひるまず突っかけてって、シミュレーションのプレーってのは多かったんですけども、はい、まあ、ずる賢さという意味ではブラジルは代名詞のようなねプレーというのがいろいろありましたけれども、さあブラジルのカウンター、もうよく酒井宏樹、ネイマールに対して1対1、見事な対応を見せます。素晴らしい対応でしたけど、その前の、ね、ネイマールのプレーですよね、ネイマールにやはりカードが出ます、イエローカードです。まあ酒井の頭を叩いたということですね。まあでも今のはいいんじゃないですかね、わざわざビデオ見なくても。左サイドバックとフォワードの選手が準備をしています、
まあ、後半だけで考えたら今ね、はい、まだ 0-0 のゲームできてますからね。そうですね、はい、あそして今度は井出口のプレーに対してネイマールが倒れます。ちょっと松木さん、試合が荒れ模様になってきました。そうですね、なんかこうジエゴ・ソウザ25番のフォワードが入ります。マルセロに代わって6番アレックス・サントルが入ります。山口ホタルから長谷部、縦パス、大迫前を向いた、うん、チャンスになる長友、クロスが来た。3本目の後半コーナーキック、倒されている、ヘディングシュート、1点を返した。まだ取ったの1点。ここで終わるわけにはいきません。牧野が決めた。よし牧野、日本1点返した、3対1。やっぱりプレッシャーかけて、はい、自分たちのリズムにして、ええ、でこのセットプレーで1点で、これはもう見事じゃないですか。井出口が素晴らしいキック、よく牧野が競り勝ちました。日本は2人ここで同時にメンバーを変えます。もうどこを切ったってブラジル代表だから、はい、どの選手が出てきたって、はい、もう本当に雨みたいなもんですよ、はい、リオオリンピックの金メダルメンバー、あとは杉本選手ね、はい、そして日本は杉本が大迫に変えて入ります。井出口に変えて遠藤航が入ります。乾、うん、ボールを取った、取った得意のドリブル、うん、そうですね、こうなるわけですよ、うん、いいボールきた、日本2点目、いやオフサイドか、いやオフサイドか、いやオフサイドという判定です。ちょっとビデオ見た方がいいんじゃないの。いや場内もブーイングです。ブーイングだよこれ。いや場内もブーイング、今のシーンです。あオフサイドといえばオフサイドですか。ちょっと前に出てましたね。いやただ素晴らしいヘディングシュート、アレックス・サンドロ、吉田麻也が対応します。ドーグラス・コスタ、フェルナンジーニョ、フリーになっている、危ない、ダニーノ、クロスが来る、フリーだ、危なかった。いや完全に6番のアレックス・サンドロフリーになっていましたが、残り時間を考えたときに手数をかけずに攻めていきたい。いいボールが出た。さあ坂井宏樹、よし森岡、ああナイスボール、ナイスボールだ、坂井宏樹フリーだ、いやー佐藤慌ててしまった。ただまだチャンスがある。杉本、長友が走る。ちょっとタイミング今ね、ちょっと早いよね、もうちょっとまだ時間は残っています。ダイレクト、ああシュートを打つことはできなかった。いやただ日本が可能性を感じさせる連動した攻撃を見せました。ダイレクトがこれ効きましたよね、うん、はい、でマイナスで、ああこれ浅野が思ってたよりもスピードが速くて、ね、慌てたね。ドーグラス・コスタシュートが来る、守った、ここで試合終了のホイッスルです。かわした、日本対ブラジルは3対1。前半3点を失った日本ですが、後半1点を返しました。前半と後半、まあ、それぞれブラジルと日本の良さが出たゲームという形にはなりました。